RNC ニュースエブリーは2010年3月29日から放送されている西日本放送のローカルニュース番組である。タイトルは変更されているもののキャスターや日替わりコーナーは前番組 RNC ニュースリアルタイムからスライドされているため事実上リニューアルとの見方もできる。全番組リアルタイムではキー局と異なったオープニング映像 オープニングテーマテロップを使用していたが本番組では、キー局と共通にしたものも一部ある。新聞のテレビ欄では2時間通しているが、EPG などの電子番組表では前番組同様3部制で、第1部と第2部は日本テレビ制作のものをそのまま放送。第3部から西日本放送本社より、香川、岡山のニュースを伝えている。また、テレビ欄上、 字幕放送のマークが表記されているが、18時15分以降は実施されない。前枠、ニュース、リアルタイムでは17時49分頃のヘッドラインをローカルのヘッドラインに差し替えていたが、本番組開始初期は、該当枠が丸々18時16分からの特集コーナーの予告だったことから、お天気エブリーとして、ローカル天気が復活していた。しかし、 6月頃から予告がなくなり、17時50分の全国ニュース枠オープニングまでニュースや隠しコーナーが続くようになったため、お天気エブリーは一旦廃止された。しかし、2010年10月4日以降は、木原さんのお天気コーナーをローカル天気に差し替える措置をとっている。2011年4月8日より、姉妹番組エブリーフライデーがスタートした。 RNC にとっては1992年から1994年まで放送されていた情報ビタミンエイタス以来17年ぶりのローカルワイド番組である。司会はカモイマリコとオギノヒトで、カモイはこの担当のために RNC ニュースエブリーを交板した。2012年3月12日放送部によりキャスターと番組進行の変更を実施。 ヘッドラインとオープニングの順番が入れ替わり、オープニングの BGM を変更。テロップの文字も若干大きくなり、キャスターの位置も男女が逆になった。また、CM 前ジングルも独自のものに変更された。突起がない限りは RNC アナウンサー。2017年度より16時台のネットを開始、その中の木原さんのお天気コーナーをローカルニュースに当て、騎士。 松田のうちどちらか一人が担当し三本ニュースを伝える。ただし緊急ニュースが入るなど編成上の都合により、木原さんのお天気をそのまま放送される場合もある。夏休みの対応は、山口が休みの場合には、代理を置かずにカモイのみで進行し、カモイが休みの場合には、若手女性アナウンサーが代理を務めていた。2017年4月現在、一部時間は目安。 EPG における第2部までの詳しいタイムテーブルはニュースエブリー放送内容を参照日本テレビと同時ネット2010年3月末のスタート時点ではリアルタイム時代に18時35分過ぎからのリアルスポーツをネットしていた名残から同時間帯に放送されているコーナー気になるをネットしていたしかし関東ローカルな内容だったためか 一ヶ月余りで今日これのネットに変更している。気になる。は現在、エブリィーフライデー内で週5日のうち1日分を録画ネットしている。2012年3月2日放送終了直前に本人から卒業の発表があった。自身の公式ブログでも発表している。ラストスパートキクちゃんのここだけの話2012年3月2日。ありがとうございます。